はいどうもガジュマルです。今回は月第16弾伊達校との練習試合以降の月島系の魅力について語っていきたいと思います。よろしくお願いします。もう月は20超え確定ですね。絶対次のキャラ出番少ないやつにしたろ。それでは早速参りましょう。月合宿から帰ってきました。月島身長伸びたか。親戚か。5日で伸びてたまるか。チュエースチュエース忙しい。誰一人まともな発音してない。まあ見ての通り伊達校と練習試合が始まります。ひなた、月ここに。おー返事したれよ。はい試合始まるよ。うわハイドリやりだしたから作波と女川にすごい親近感湧く。どうしよう。あツッキーちゃんとみんなと同じ方向向いてるやん。嬉しい。さあ試合見ていきましょう。伊達校早速パンチリードブロックしてきます。初見ずっとパンチリードブロックって呼んでたすまん。いつもならブロックついてもせいぜい1枚やのに。伊達校はほぼ3枚ついてきます。ツッキーこれ見て嫌そうな顔します。続いてツッキーも見せます。ワンタッチを見せます。へえ、カラスノにもブロックいるんだ。なんて純真な眼差し。プリンみたいな目してんで。ツッキーイラッとしちゃいます。続いてツッキー攻撃でバイク決めます。ナイスキー。影山今思春期やから悩んでんねん。いろいろ苦し立てつかんさい。なんだよちゃんと決まったじゃん。言いたいことあるなら言えば。待ってくれツッキー、今考えてるから影山は。そして次クイックやと思ってツッキー飛ぶんですがバックアタックやったんですね。これを決められてしまいます。ここで影山注意しちゃうんですよ。あー切れてる。あー多分言われなくても分かってるやつ。何をイライラしてんのさ。王様はご機嫌斜めですか。ああバリって剥がしてる。マジックテープでくっついてたん。続いて朝日さんミスるんですけど、クソすまんトスは良かったよって言葉に。じゃあ決めてくださいよ。こ田中ステイ。ミドルネームステイなん。田中ステイ龍之介。影山今日はやけにピリピリしてるな。わざわざユースの合宿行った結果が王様に逆戻りだったりして。はいツッキーの前振り演技終わりました。続いて第224話変換の扉絵です。おーツッキーかっこいいね。君は銀河一月が似合うよ。ところでステイは何してんの。フェンスその飛び方で越えれるん。高飛びで世界狙えるやん。え大地さん正常に寝返ったん。それともスパイしてんの。この大地さん意味わからなさすぎて一番怖い。続いてまた影山怒ってるやん。おい女装サボるんじゃねえよ。ツッキー怒られまくりやな。でも最推しやから俺は慰めへんで。そしてついに影山が感情を爆発させてしまいます。あこんな顔見たことない。呪術の本誌読んでる時の俺やん。だいたい毎週これ。久々に王様節じゃない。やめて追い打ちかけんで。前から思ってたけど王様ってなんでダメなの。横暴だからだっけ。自己中だから。あ一番面白いのこっちかな。そんな顔するシーンじゃないやろ。その顔で影山笑かそうとしてる。でもどっちみち影山が何言っても納得しなかったら俺は言うこと聞かないべーん。俺は内容はどうあれ言い方がムカついたら聞かない。左に同じ。わかるよ言い方って大事よね。このカラスのみんなの意見プラスコーチからの助言も受けて影山は考え方を変えます。試しにボール1個半高くツッキーにあげるんです。当然今までのやり方では合いません。おい合わせねえからな。わあ、切れてるね。スネ夫ママが切れるときそうやって言いそうやね。続いてツッキー再びバンチ。ツッキーいつもより助走に勢いがあるな。知らんけど。ひなたもそれを見て。あ、飛ぶと思うくらいいつもと違います。今まで影山はスパイカーの癖にさえ合わせてきた。それをあえて外しスパイカーの打点を引っ張り上げる。そして引っ張り上げられたツッキースパイク打ちますがこれは残念ながらアウトになります。続いて伊達校がひなたに釣られないという話をしています。伊達校のすごいとこはひなたに超速攻を決められてもそれはそれと割り切ってるところ。動じないよね。僕は正直ひなたに目の前ちょろられるとほんとハエ叩きで叩きたくなるんだけど。ツッキーひなたとハエ同サイズやと思ってる。そう考えた時点でチビ野郎と王様野郎の思うツボなわけ。王様野郎って敬ってんのかそうでないんかわからんわ。伊達校はブロックが強いからといって全部を止めようとしてるわけじゃない。ドシャットじゃなくてもあらゆる攻撃に2枚はついてくるし、日向の超速攻自体にも触る。止められなくてもコースさえ絞れば伊達校にだって当然フロアディフェンスがいるわけだしね。そしてあわよくば試合後半疲れてきた日向を満を持してドシャット。カラスのには打つ手なし。伊達校の超理想的なストーリー。お前どっちの味方だ。ほんまそれ伊達校で二口と悪口言ってそうな顔してんな。でも伊達校だって機械じゃない。日向に何度も決められればブロックにも迷いが出始めるはず。でも全然伊達校迷いが見えません。だからこその紛れるなんです。日向は存在を主張し続けております。俺はいるぞまだいるぞ。伊達校のブロックが日向を気にしてるな。まあ今までやかましかったやつが急に黙ったみたいな感じだもんね。そらあの声のやつが黙ったら気になるわな。そしてこの紛れるをやりつつさらにそこにマイナステンポを紛れさすんです。マイナス
ス店舗使わないとは言ってない。この声で近隣住民からクレームが来ないかと怯える日々。おし、超速攻、今日一気持ちよく決まったね。この一本でどうこうってことじゃない。今の一本があったことで伊達校はほんの少し多めに日向を意識する。そうすればサイドがほんの少し決めやすくなって、それが重なればブロックは迷い始める。そしてあわよくばしびれを切らしたブロックがゲスブロックしてブロックシステム崩壊。カラスノの超理想的なストーリー。割り込まないで山口。ごめんツッキー。優しいねツッキーは。カラスノと伊達校にとってどうことが進めば成功なのかというのをね、僕たち読者に分かりやすく伝えてくれました。ありがとうございます。続いてツッキースパイクを打とうとしますが、これは合いません。あれどうしたんやろうと思ったら月島くんやなくてバテ島やったんですね。悪いけど僕機械でも化け物でもないんで。あら、えらい老けて。はい、ということで平泉圭は置いといて伊達校の練習試合終わりです。はい、そして全国大会が幕を開けようとしております。こちらみんなが止まる掛け裾です。影山が絶対土地勘ないのに走ろうとしております。俺も今日全然動き足りないんで走ってきます。大丈夫か。この二人を見て縁の下いろいろ考えちゃいます。月島無理です。まだ何も言ってない。一緒に行けって言うんじゃないんですか。さすがの超速理解。お前もさっきからうろうろしてるとこ見ると落ち着かないんだろ。さすが次期キャプテン、洞察力が違いますわ。ツッキー黙っちゃいます。緊張しとん。そらそうか、全国やもんな。僕がその二人についていけると思います。ああいける。チャーリーやん。カラーで見たらめっちゃおんぼろやな。ツッキー日向と影山に忠告します。僕が帰るって言ったらすぐさま帰るから、言うこと聞かない場合交通手段が不便でできる限り帰るのが困難な場所に放置するから。どうせこの旅館の場所も分かってないんでしょ。うっす。分かってないね君その顔は。でもね、なんだかんだ付き合ってあげてるんですよ。このランニングに縁の下に言われたとはいえね、やっぱり優しいんよな。根っこの奥の方が優しい。さあ来ました、東京体育館です。はい、ということで今回の動画は以上になります。ここから椿原はきつい。次からいよいよ全国大会です。楽しみにしていてください。お知らせです。ハイキューのゲームハイキュータッチザドリームがリリースされました。何の案件でもないんですけど皆さんプレイしてますか。僕もリリース初日からやっております。一生影山が出ん。レアキャラで出るのはお初にお目にかかりますってキャラばっかり。こんな感じでガチャ運は良くないですが楽しんでプレイしております。まだの方はぜひインストールしてみてください。本当に第1話から丁寧にボイス付きでハイキューを振り返れます。プレイしてるとめっちゃアニメを見たくなりました。このゲームのリリースを記念してライブ配信をやろうかなと思っておりますので、よかったら見に来てください。予定は3月8日の夜8時からです。スケジュールの予定と調整よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。今回の NG 新集、ツッキーの伊達校解説シーン。僕は正直日向に目の前ちょろられる。僕は正直日向に目の前ちょろられる。ちょろられる、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 ちょろられるって何？いや、一回言ってみてください、ほんま。言いにくい。僕は正直、日向に目の前ちょろられる。ちょろられる、ちょろられる。僕は正直、日向に目の前ちょろられる。くっそー！ちょろられる、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 ちょろられる。僕は正直、日向に目の前ちょろられると言えるんかい？